キングプリンスがサブスク解禁。6人、5人体制の楽曲を含む63曲の魅力。ナンバーアンダーライン愛の未来はどこへ平野章、神宮寺勇太、岸優太の新たな挑戦。キングプリンスのファンなら、このニュースに胸が躍ることでしょう。長瀬恋と高橋海斗からなるデュオが、彼らのキャリアを振り返る新たな一歩を踏み出しました。 彼らの6周年記念日に向けて楽曲がサブスクリプションサービスで解禁されます。この発表はファンにとって待ちに待った瞬間です。そこには過去からの思い出が詰まっている。平野翔、岩優太、神宮寺優太という3人のメンバーと共に過ごした青春の記憶は今でも心に残っている。彼らとの別れは少し残念ではあるが、 新たな未来が待っている。彼らは友人であり、どんな方向に進んでも、彼らの輝きは変わらず、お互いを支え続けることだろう。新しいシングル、ハーフムーンとムーブの表題曲が配信される前に、デジタルプラットフォームで63曲の楽曲が利用可能になる予定です。これには、最新のシングルに収録される楽曲だけでなく、前作のベストアルバム、 MR5 からの全曲も含まれます。これは彼らの音楽的旅路をたどる上で貴重な機会です。ナンバーアンダーライン愛のメンバー3人のトークを中心に彼らの未来について考えてみましょう。ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野章、神宮寺勇太、そしてガ優太。彼らの未来にはどんな可能性が待ち受けているのでしょうか グループを離れた後も彼らはそれぞれの道を歩んでいくことになりますがその未来には様々な可能性が広がっています彼らがグループを離れることを決断した背景にはきっと様々な思いや葛藤があったことでしょうしかしそれは彼らが新たな挑戦をするための一歩でもあります彼らはこれまでの経験を生かし それぞれの分野でさらなる成長を遂げることができるでしょう。例えば、平野翔は演技の道に進むかもしれません。彼の持つ表現力や魅力は俳優としての活躍にもぴったりです。一方、神宮寺優太は音楽やエンターテインメント業界での活動を続けるかもしれません。彼の歌唱力やパフォーマンスは多くのファンを魅了してきました。そして、 岸優太は多彩な才能を持っており、彼の可能性は無限大です。彼がどのような道を選ぶにせよ、その才能は必ずや光を放つでしょう。彼らがそれぞれの道を歩む中で、新たな挑戦や困難も待ち受けているかもしれません。しかし、彼らはこれまでの経験やファンの支えを背負って、前進していくことでしょう。彼らの未来には、 まだまだ多くの可能性が広がっています。私たちは彼らの活躍を心から期待しています。彼らの未来について皆さんはどのように感じますか彼らがそれぞれの道を歩む中でどんな活躍を見せてくれると思いますか彼らのファンとして彼らの未来に対する期待や応援のメッセージを送りましょう。 彼らの新たな挑戦を心から応援しています。しかし、この発表にはいくつかの疑問もあります。なぜ今、そしてなぜこの方法での解禁なのでしょうか ?6 人体制から5人体制への移行後、ファンはこれまでと異なる感情を抱いています。一部のファンは、キングプリンスの過去の楽曲に対する愛着が強いかもしれませんが、 他のファンは新しい道に向かうべきだと感じるかもしれません。さらに、サブスクリプションサービスがどのようにアーティストやレーベルに利益をもたらすのか、そのメリットと課題についても考える必要があります。一部のファンは CD からのダウンロードを選択することで、アーティストに直接サポートを提供したいと考えるかもしれません。この点に関して意見は分かれるところです。 キングプリンスのファンであれば、この新たな展開についてどう感じているでしょうか彼らの音楽がどのように変化していくのか、そして今後の動向に期待していることは何でしょうかキングプリンスの歴史を振り返り、未来への期待を抱くファンの皆さん、今後の展開に注目ですね。このニュースについて、あなたの考えや感情をシェアしてください。 キングプリンスの楽曲がサブスクリプションサービスで利用可能になることで、音楽業界にどのような影響があると考えますかただ、この解禁には様々な視点があります。例えば、サブスクリプションサービスの台頭により、音楽業界全体が大きな変化を迎えています。CD やダウンロード販売に比べ、サブスクリプションは収益の面で課題を抱えています。 しかし、その一方で、新たなファン層にアクセスする機会を提供するという利点もあります。ここで考えるべき重要な点の一つは、この解禁がキングプリンスのファン層をどのように拡大し、彼らの音楽がますます多くの人々に届くようになるのかということです。彼らの楽曲がより広範囲に聴かれるようになれば、彼らの影響力もまた拡大するでしょう。しかし、 この解禁が過去のメンバーを除外していることに対する不満も無視できません。彼らの貢献が尊重されず、彼らの楽曲がサブスクリプションサービスに含まれないことは、ファンにとっては不公平に感じられるかもしれません。この点について、事務所や関係者がどのような説明や対応をするのか、注目されるでしょう。さらに、 この解禁が将来的にどのような影響を音楽産業全体に与えるのかも注目されます。サブスクリプションがますます一般化する中で、アーティストやレーベル、プロモーターが収益を確保する方法について新たな議論が生まれるかもしれません。そうじて、キングプリンスのサブスク解禁は音楽業界における新たな一歩であり、 彼らのファンにとっても新たな体験となるでしょう。しかし、その裏には様々な複雑な問題や疑問が潜んでいます。彼らの音楽がますます多くの人々に愛され、尊重されることを願いつつ、今後の展開に注目していきたいと思います。あなたはこの解禁についてどのように感じますかこれがキングプリンスの未来にどのような影響を与えると思いますか そして、音楽業界全体におけるサブスクリプションの役割は今後どのように変化していくと思いますかぜひ、あなたの意見をお聞かせください。彼らの未来に対する期待や応援のメッセージを送りましょう。彼らの新たな挑戦を心から応援しています。彼らが自分自身を見つけ、それぞれの道を歩んでいく中で、私たちも彼らの成長を喜び、 支え続けます。ナンバーアンダーライン愛のメンバー3人は、これまで数々の舞台で輝きを放ち、多くのファンの心を魅了してきました。彼らの音楽やパフォーマンスは、多くの人々に感動や勇気を与えてきました。今後も彼らの活動を通じて、新たなる夢や希望を与えてくれることでしょう。彼らの未来には、 きっとまだ知られていない素晴らしい可能性が待ち受けています。彼らの才能や情熱は、どんな場所でも輝きを放ち、人々を魅了することでしょう。彼らがそれぞれの道を歩み始めるとき、私たちも彼らと共に歩み、彼らの成功や幸福を心から願います。ナンバーアンダーライン愛のファンとして、彼らの新たな挑戦や活動を熱心にサポートし、 彼らが自分らしい道を歩むことを応援しています。彼らの未来には、たくさんの可能性と素晴らしい出会いが待っています。彼らがこれまで以上に輝きを放ち、夢を追い求める姿を見ることができることを心から楽しみにしています。そして、彼らの未来について皆さんはどのように感じますか彼らの活動や挑戦に対する期待や応援のメッセージを、 ぜひ共有してください。彼らの新たなる一歩に心からのエールを送りましょう。